の、突然ごめんなさい。いいですか？ん？ちょっとお聞きしたいんですけど、今ってその何年でしたっけ？何年かってのは？だから今は西暦で何年かなって。2016年だ。2016年？本当に？やっぱりそうですよね。やったー、うまくいったんだ。そっか、じゃあここは本当に1年前の過去？そしてこれが1年前の私？あ、確かに今よりちょっと胸小さいかも。なんだ、何を言ってるんだ。あ、やだ、すいません、一人で盛り上がっちゃって。ん？実は私ね、なんとたった今1年先の未来からタイムリープしてきたんです。タイムリープ？2017年から時空を超えてね。何を言ってる。あ、伝わりませんか？そっか、そもそもタイムトラベルとタイムリープの違いから説明しないとですね。タイムリープっていうのは今の自分の意識が別の時間の自分に乗り移るってことなんです。ほう。で、タイムトラベルの方はタイムマシンとかで時空を移動するでしょ。例えばおじさんがタイムマシンで昨日に行くと、昨日のおじさんとマシンに乗ってきたおじさん、その2人が同じ世界に同時に存在することになっちゃう。でもタイムリープは今のおじさんの意識が過去の自分に乗り移るだけだから、常に世界に1人。どうです、わかりました？ああ、完璧に理解した。つまり私の場合は2017年の意識がこうして1年過去の自分の体に乗り移ったわけですよ。1年もタイムリープするなんて自信なかったけど、果たしてすごい。そうか、なるほどな。じゃ、邪魔して悪かった。あ、え、なんで？ちょっと待って。ん？私今結構すごいこと言いましたよ。普通もっとこういろいろ聞きたくなりません？わかった、もう少しだけ付き合ってもいい？よかった、そうこなくちゃ。私ミクって言います。俺はキリュウだ。わかりました、キリュウさんですね。とりあえず、なんというか、キリュウさんは私がタイムリープしてるのを信じられないってことですよね。その、お前が1年後から来たってことか。まあそうだ。じゃあどう言えば信じてもらえるんですか？いや、そう言われてもな。ってことは、お前は1年先の2017年のことを知ってるんだよな。なら、その間に何か変わったことは起きたか？変わったことって、何か大事件とか？結構急に言われても思いつかないですね。もう少し具体的に聞いてもらえます？そうだな。例えば、大きな地震とか事故はなかったか？あったかな。多分大きな地震はなかったけど、あ、事故なら面白いのがあって、私のママが車で何度パパを引いちゃったんです。怪我は大したことなかったんだけど、
うちのパパほんとトロいし冴えなくて。いや、そんな身の回りのことを言われてもな。新聞を騒がせるような大きいのはないのか。今時の女子高生は新聞なんて読みませんよ。ニュースはだいたいスマホで。あ、2017年にはスマホっていうのがあるんだけど。スマホくらい俺も持ってる。あ、そっか、そうですよね。まあ待て、今思ったんだが、未来のことをどう言われたところですぐに確かめようがないな。何か他に証拠として未来にしかないもんとか持ってたりしないのか。あ、例えば未来の日付の新聞とか来年発行の100円玉とか。せめてそういうのがあればもう少し説得力がある。さっきも言いましたけど、2017年から来てるのは私の意識だけなんです。つまり証拠は何もないってことか。今ある証拠は私の言葉だけです。あとは私の目を見て信じてもらうしか。わかった、信じてやるよ。え、本当ですか？そうでも言わないと話が終わらないんだな。俺もそこまで暇なわけじゃない。そんな言い方あります？それにお前も何か目的があって2016年に来たんだろ。邪魔しちゃ悪い。別に目的なんてないですよ。私がタイムリープできるようになったのは本当につい最近で、なんで急にそんな力に目覚めたのかってまだ自分でもよく分かってないんです。だから今はいろんなケースのタイムリープを試してるとこなの。なら何か進展があったら俺にも教えてくれ。じゃあな。時間に戻れないなんて。おい、どうした？え、あ、キリュウさん。ん？私です。ほら、ミクです。タイムリープの。お前だったか。どうした？泣いてるのか？話すと長くなるんだけど、キリュウさん、私の話聞いてくれるの？ああ、女の涙を放ってはおけないからな。話してみろ。俺でよければいくらでも聞くぞ。うん。あのね、実は私、例のタイムリープの力が消えたの。そうか。やっぱりまだ信じてくれてないんですね。でも私嘘なんてついてない。本当に何回もタイムリープできてた。仮にそうだとしても、そもそもお前はどうやってタイムリープしてたんだ？目を閉じて自分が戻りたいと思う過去の記憶を強く念じる。それだけでいいの。初めてタイムリープできたのは、私がパパにひどいこと言った時、その言葉を取り消したい一心で祈ったの。時間よ、戻れってね。父親に言ったひどいことってのは？私のパパはさ、いつも陰気で自分に自信なくて、全然父親の威厳がないの。
そのおかげでママはよその男と浮気するようになった。家族はバラバラ。パパはママの浮気に気づいてもおどおどしてるだけで何も言えない。そしてあの日もママは家族をほったらかして若い彼氏に会いに行ってた。その日はじとじとして、私はテストの点数が悪くて、おまけに蛇口の水の出がやけに悪かったりして、だからその時初めて私、本当はママに言わなきゃいけない不満を全部パパにぶつけたの。家族で気づかないふりしてたママの浮気のことも全部パパのせいだって怒鳴ってた。私の言葉で泣き出すパパが惨めで、だから余計ずっと溜め込んでた言葉が止まらなかった。わかった、もういい。悪かったな。その後パパと話す前にタイムリープできた私は、今度は言葉を全部自分の中に飲み込んだ。あれはやり直せて本当によかった。それからはタイムリープに夢中。図書館で SF の本を読み漁ったりしてね。おかげで暗い家のことを思い出さずに済んだ。でも結局何もわからないまま、あの力は急にまた私の中から消えちゃった。どうしたらいいのかな。このまま元の時間に戻れなかったら私。なあミク、それはそんなに困ることなのか。え？1年だけ過去に戻ったんなら、また1年待てば元に戻るってことだろう。そう、普通の人にとってはそうだよ。でもじゃあ同じ1年をまたやり直せっていうの？あのパパとの陰気な生活をもう一度？ミク、お前。おーい、ミク。あ、パパ？よう、今帰るところなんだよ。パパと一緒に帰るか？え、でも。そちらの方は？この人は桐生さん。知り合ったばかりだけど。桐生です。ご心配なく、お嬢さんはすぐにお返しします。そうですか。いや、ご丁寧にどうも。うちの娘がお世話になっています。じゃあミク、父さん先に帰るよ。今日の晩飯はごちそうだって母さん言ってたぞ。聞いてた話と違うな。別に冴えないわけじゃねえし、神さんとも仲良さそうだが。そうだ、この時はパパまだ元気で。思い出した。パパ、そっち行っちゃダメ。ん？パパ、このすみません。いたたたた、いて。え、いや、そんな。骨が折れたろうが、おっさん、こら。こりゃタコをつくで。うわ、いたた。でも、私は、許してください。死の子の抜かす前に土下座せえや。踊れ、被害者様への態度が悪うないか。お
私前にこれと同じ場面見てる。パパこの後土下座させられて、それで、大丈夫だミク。今から始まるのはお前が見てきたのとは別の未来だと思うぜ。え？おい、その親父さんから手を離せ。あ？なんじゃおどれは。俺が代わりに相手になってやる。それでもよくない。かかってこい！ありがとう、キリュウさん。本当にキリュウさんのおかげで助かった。元の歴史だとね、パパは私の目の前でチンピラに殴られながら何回も土下座したの。その後は泣きながらお金まで払ってた。パパはそんな姿私にだけは見られたくなかったと思う。だろうな。それまで明るかったパパは私と目も合わせないし、何をするにも自信をなくした。だから家の中はずっと重苦しくて、ママもそんなパパを見ていられなかったんだと思う。それまでは二人ともすごく仲が良かったのに。じゃあその暗い歴史はお前のタイムリープで綺麗に書き換えられたってわけか。私はそのために神様からほんの一瞬だけタイムリープの力を与えられた。どう、キリュウさん、私のこんな話信じてくれる？タイムリープは本当にあったんだって。まさかな。結局証拠はお前の話だけだ。もう少しは信じたんじゃないの？昔をやり直す、そんな力が本当にあるのかどうか俺にはわからない。ただ人生は一度きりだ。一度生まれて一度死ぬ。それはお前も変わらない。途中を何回やり直したっていい。ただそのことを忘れるな。うん、そうだね。ねえ、キリュウさんはやり直したい過去ってある？どうだろうな。俺には全部一回勝負ってのが性に合ってる。そっか。もしまたタイムリープできるようになったら、その時はキリュウさんに証明しに来るからね。その時は未来の万馬券を見ておいてくれ。それが的中したら信じてやるさ。分かった。それじゃあね、キリュウさん、本当にありがとうございました。ああ。